どうも。超絶。イケメンです。ちゅうことでね。なんか、その辺にさ、まだあの金がねえさ、あの低所得者の、なんか家族連れがいるんだけど、なんかめっちゃこっち見てるけど、なんでそんなね、低所得者の、底辺のためにね、俺が撮影場所を変えなきゃいけねえのってことでね、まあ気にさせていきます。はい。今日はね、ご報告があって、まあ、前回の動画で言ったと思うけど、俺、キサス隊に入ったと。で、あの、柱、うん、柱筆頭、うん、あの、底辺の呼吸法をね、身につけて、まあ、柱の筆頭をやってるんだけど、この度ね、しばし、のキサス隊とはね、別行動をね、取ることになりました。うん、あの、2名のね、仲間を引き連れて、で、その2名の仲間をね、ちょっとね、あの俺から推薦したいと思います。はい。それはまず1人はね、あの勝健さん、うん、あの勝健さんはね、あのもう柱同等の戦闘力を持ってるから、うん、あのこの前実はね2名欠員が出たんだよね、欠員が。だからね、あの柱にね推薦します。うん、彼はねおそらくあの変態の呼吸法をね使えるんで、もう今すぐにでもね速攻で柱になれます。あともう1人はね、あの雑誌の TV さん、彼もね、男尊女卑の呼吸法を持ってるんで、いや多分ネタで言ってるんだろうけど、あのコメント欄で僕男尊女卑ですって言ってるんで、あの男尊女卑の呼吸法を持ってるんで、はい、あのこの2名をね、推薦します。はい。で、あの僕らが戦うのは実はあの鬼じゃなくてね、あの千葉県で我が物顔で暴れ回っているティーバッカーズっていうね、あのレディースの暴走族軍団なんですよ。うん、あの僕と勝健さんはね以前やつらに、集団レイプされてます。うん、そのね復讐をするためにね、この度ね、私とあの底辺の呼吸法をね身につけたこの俺と、変態の呼吸法を身につけた、勝健さんと、あと男尊女卑の呼吸法を身につけた、雑誌の TV さんで3名でこのティーバッカーズ108の魔性をね借ります。108人いるんでね、さすがに俺一人じゃ借りねえから、108人のティーバッグをね借ろうと思ってます。はい。ということでね、しばらく私あのキサス隊とはね別コート取るんで、勝健さんと雑誌の TV さん、協力お願いします。はい、ということでね、イケメン変わります。じゃあな。